さんこんにちは。コットンラフィアイークロシェットチャンネルです。コットンラフィアから新しいキットとしてレザークラフトショルダーバッグが誕生しました。初めてさんでも簡単にレザークラフト始めていただけるように、材料から道具まで全てワンセットになったキットとなっています。興味あるけどどうせ難しいんでしょと一歩踏み出せない方から、道具は何から揃えたらいいんだろうと不安な方まで、こちらのキットなら全て解決します。キットにはこれだけのものが入っています。まずは本体が2枚、ファスナーが1つ、サイドパーツが2つ、ポケットが2つ、ショルダーが1本とそのショルダーを留めておくバックルパーツが2セット。これが材料となります。道具としてロー引きの糸と針が2本、これが1セットになっています。本革ですとこの横の部分、コバと申しますが、このコバを専用の薬剤を使って、塗り込んでいく。コバ処理という、作業ですね、すべての裁断面に対して行わなければならず、かなり手間がかかります。今回は PU レザーを採用していますので、コバ処理も不要です。そしてあらかじめ針穴が開いていますので、針穴に合わせて針と糸で縫っていくだけで完成します。本体の片面にはポケット用の針穴があります。そちらには外ポケットと内ポケットをこのように重ねて3枚一緒に縫っていくことで、ポケットが2つついた使い勝手のいいバッグに仕上がります。大きさとしては長財布がすっぽりと収まります。そして内ポケット外ポケットそれぞれですね、 iPhone 8がぴったりと収まるサイズのポケットになっています。実際にレザークラフトショルダーバッグを作る前に、まずは基本を踏まえておきましょう。まずは糸の通し方から。まずは縫いたい箇所のだいたい4倍の長さの糸の用意します。今回ですね、少しちょっと長めに、はい、用意して。この糸の両端にそれぞれに、この針をつけます。針穴に糸を通して10センチぐらい、はい、でまず針山をこの糸端の方向に向かってパタンと倒して、でこの位置の糸に、この位置の糸にまず針を通します。はい、通します。このような感じですね。そうしたら1センチぐらい先にもう一度通します。はい、このような感じになってますね。上側を指で押さえて針をなぞるように上から下へ糸をスライドさせます。上から下にスッとですね、力もいりませんのでスッと、そして糸をそのまま軽く下に引きます。糸の中に糸が通っているような状態になっています。これで多少のことでは、はい、抜けることがありません。両サイド反対側も同様に行います。そして続いて基本の広縫いの仕方です。糸の両端に針を通したら平縫いをしていきましょう。今回はこの位置縫っていきます。はい、一番左
左に針を入れて、で平縫いをしながら右端まで縫っていきます。はい、まず手前から針を入れて、次も入れて、針を通します。この糸はですね、両方ともだいたい同じぐらいの長さになるようにします。はい。そしたらこの手前側に、表側に来ている部分ですね、左側に避けておいて、指で少し軽く押さえておきましょう。奥側にある方の糸、針をです、使って、はい、隣にある、はい、2番目の奥から針を入れて、手前のここに針を出します。奥から針を入れて、手前に出します。針を奥から入れて、手前に出したら、はい、キュッと。はい。そしたら、今度は逆にこの右側にあるこの糸を休ませます。休ませてる方はですね、このように一旦左側に避けて、このように指で軽く休ませているところですね、この押さえておきましょう。はい、そして先ほどと同じ穴にですね、この糸、針を通します。同じ穴に2回通すことになります。奥からと手前からとですね、針を2回通しましたら、キュッキュッと両サイドをですね、絞って、はい、ここのたるみがないようにキュッと絞ります。はい、そして今通した方の針、奥側にありますね。奥側にあるこの針を使って、奥から手前にまた3番目の穴に針を入れて、はい、手前に針を出します。1、2、3番目から奥から手前に、はい、糸を出しました。そして今度はこの糸は休ませて、左側でですね、このように押さえておきます。こちらの糸を使う、こちらの針を使って同じ3番目に刺します。はい、1つの穴に2回針が通ったら、キュッキュッと、キュッキュッと絞ります。はい、これを繰り返すだけです。奥から手前に、奥から手前に針を入れ、この糸は一旦休ませます。はい。そして手前から奥に同じ穴に通します。そして2回針が通ったらキュッと絞ります。これが平縫いですね。はい。はい、端まで続けて平縫いを続けます。端から端まで平縫いをしました。次にこの糸を終わらせます。糸の終わらせ方ですね。2目まず戻ります。奥側にあるこちらの針を使って、1つ手前のここにですね、奥から手前に針を入れていきます。奥から手前。はい。はい、そして右側にある方のこちらの糸を同じ穴に手前から奥、
ュッと、はい、そして奥側にある糸を使ってこの穴に奥から手前に針を入れます。はい、奥から手前、はい、そして右側にある手前のこの糸を使って手前から奥、はい、そして、はい、今までは奥から手前、手前から奥、奥から手前、手前から奥というふうに奥を最初に、そして手前を後にというふうに同じ穴に対して針を入れていきました。最後の最後ですね、この最後の穴から2目戻った3目目、これが最後になります。表側の針を使ってまず表から裏にプスッと刺します。はい、そしてひっくり返します。はい、この元から裏側にあったこの糸の下をくぐらせて、はい、下をくぐらせて、そして同じ穴、ね、左から数えると 1,2,3,4 番目、この穴に対して今通したこの同じ針を同じここの穴に通して向こう側に手前、奥から手前というふうに、で今ここにですねぐるりと回した結び目があります。この結び目がちょうどこの小刃の中に隠れるようにキュッキュッと双方からこうですねキュッキュッと引っ張り合いをしながら、うまいこと先ほどの結び目が小刃の中に隠れてくれるように引っ張り合いをして調整します。はい、この糸は根元から切り落として両サイドです、切り落としまして、はい、このように1,2,3 個目のこの位置ですね、この位置で切り落としています。でちょっとこう表側から見て糸端がチロチロっと出ている場合はですね、針先を使ってこの出ている部分ですね中に押し込みましょう。もし不安な方はボンドをさらにですねこの中に押し込むように入れ込んでもいいと思います。これでこの位置がですね綺麗に平縫いすることができました。これが基本の縫い方です。それではこの基本を踏まえて実際にレザークラフトバッグ作っていきましょう。まず最初にですね底を縫っていきます。2枚のサイドパーツのこの部分ですね、それを基本の平縫いを使って縫い合わせていきます。まっすぐで短い距離なので最初に平縫いのやり方を覚えるにもここから始めるのがいいかと思います。続いてポケットをつけましょう。ポケットはですね外ポケットと内側に内ポケット、このような形で、はい、2つのポケットがついた仕様になっています。はい、この3枚をですねまとめて一度に縫います。内ポケットと外ポケットですね、このように縫い付けました。続いてですねバックルをサイドパーツにつけていきましょう。使うのはこちらのパーツです。はい、まずこのバックルですね、この真ん中の針はこのような形で上に来ますよね。そしたらこの針の位置が上に来るようにまずこの小さいパーツをですね上からかぶせて針穴を、はい、通します。はい、はい、針穴を通します。
上を向いてますね、針がね。そしたらバックルの自由が効くようにこのような状態にしておきます。このサイドパーツに上からかぶせるような形でこの3枚を一度に左の位置からぐるりと平縫いをしていきましょう。はい、ここから始まってぐるりと一周ですね、縫い付けました。反対側も同様に行っていきましょう。はい、そして残りの今度この4つをですね組み立てていきましょう。このファスナーパーツですね、このような形で、はい、平縫いをこのような形でしていきましょう。まずですね、こちら側、はい、平縫いをしました。反対側の方はですね、最後の最後に組み立てます。本体のパーツの上にサイドのパーツが来るように、はい、平縫いをしていって、反対側も同じようにサイドのパーツと縫い合わせて、で最終的にまだ縫い合わせていない方のこのファスナーパーツと本体 B を縫い合わせれば完成というプロセスになります。はい、すべてのパーツ組み立て終わりました。ちょっと私間違えてここ先にやっちゃったんですが、こちら側のファスナーは最初につけて、こちら側は最後につけるっていう風にやった方が、縫いやすいかと思います。はい、でとりあえず一応これでですね、すべて縫い終わることができました。この縫い終わりの位置の強度が気になる場合ですね、はい、ほつれてこないか不安な場合、このボンドを塗り込んでいきましょう。裏側から穴に入れていただいて、針でチュッ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 とそのボンドを中に押し込むような感じにして処理をしていただくといいかと思います。最後にですね、このショルダーをつけていきます。穴がですね、片側に2個開いていまして、反対側には 1,2,3,4,5 個開いています。なのでお好みで、このショルダーの長さはですね、調節してください。まずこちらの2個の方ですね、通していきます。はい、そして反対側もですね、これでレザークラフトバッグですね、完成しました。はい、ファスナーもついているので、ファスナーを開けたら内ポケット1つ、外側にもポケットが1つ、はい、基本の平縫い、糸の通し方、糸の終わらせ方、この3つを踏まえれば簡単に組み立てることができます。本格的な本革のレザークラフトを始める前のお試しとしても取っかかりやすいのではないでしょうか。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆様に素敵なeクロシェットライフを。
コットンラフィアイーコロシェットチャンネルでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。